カランタンは、フランス、アスノルマンディー地域圏、マンシュ圏の旧コミューン。2016年1月1日、合併によって、カランタンイコールレマレとなった。カランタンは広大な湿地帯の中心に位置し、トート川とドゥーブ川の合流地点は、豊かな牧草地に変えられている。湿地の中心である、カランタンは、コタンタンの門であり、そして、ベイワンはマレデュコタンタンエデュベッサン地域圏。 自然公園の中心である。川港レピブリック広場のアーケード1944年、カランタンに入ったアメリカ陸軍、カランタンの非常に近い場所で過去に起きた戦闘から、この位置が勝敗の鍵となる場所であったことが示される。ガロローマ時代には、カレントマグスの名で呼ばれ、バイキング集団や、普通戦争においてしばしば町は、略奪にあい破壊されてきた。 ブランシュドカスティーユの折衝時代に町は城壁で囲まれていたが、1853年に取り壊されている。1790年から1795年までカランタン軍の軍庁所在地であった。第二次世界大戦中の1944年6月12日、カランタンはアメリカ陸軍第101空挺師団と、 ナチスドイツの高下両兵士団の激しい戦闘の舞台となった。この戦いでアメリカ軍がカランタンを奪還した。街の中に数カ所ある古い建物には今もこの時の戦闘で生じた損傷が残っている。第101空挺士団の指揮官であったマックスウェルディ・テイラーは1944年6月20日にカランタンで行われた式典の最中の爆撃で危うく、 命を落とすところだった。しかし、彼に花束を渡すために壇上にいた8歳の少女は、爆撃で受けた傷のために死亡している。参照元イコールエシンセ性。ありがとうございます。